積極的に行って疲れたらまたベンチから新たな力のある選手たちが出てくるよっていう、そういう風に考えてはいるんじゃないでしょうかね。そうですね。阿部藤枝前 FC 右から左に攻めていきます。阿部藤枝のキックオフでゲームスタートです。まずは最後方から一つ長いボールを放り込んでいきました。そういったお話もされておりました。まあ最も結果が出ることがやっぱり一番、選手にとってはいいことはもう間違いないですからね。そうですよね。うわー、抜けた。右サイド深いところ折り返して、エドモンド、うわー、18分右から崩しました藤枝。最後は逆サイドから入ってきましたエドモンド。見事に崩しましたね。さて、前のスペースで要求していましたが、ここで岩口、一発でしたね、はい、岩口が藤枝に追加点。いや、今もあの岩渕が受ける前なんですけども、はい、横山がその前に背後に走り出すんですよ。高柳が中に入ってアンジェロッティが外で、高柳フリーになれてたんですけどもね。平尾は前に行きます。クロス入って渡辺、31分藤枝3点目。渡辺らしいというか、ボックス内で非常に良い動き、まあ、そこにドンピシャのボール、チームとして合わせるべきなことかなと思いますね。まあ、そのあたりですから、立ち位置一つでその442のブロックにまあ穴を開けに行くような作業、はい、さて取ったアンジェロティ、中富山、アンジェロティ最後シュートが来た、泉沢、1点返しました大宮。アンジェロティ取り返したところからでした。さらに小島がつなぎます。さあ中野、柴山引き取った、柴山のシュートだ、セカンドボールもう一回詰めに行く。大橋からアンジェロティ運んで左足止めた。まだあります。芝山、中には中野、それから三幸、アンジェロティ、クロスが上がって袴田、これ押し込みに行く。よく止めました。打点の高い、しかも枠飛んでますからね、ヘディングだったんですけど、それに対して上田のセービング、その後また詰める選手に対しても藤枝の選手たち、最後の最後まで。いや、ここも藤枝の方のやはり、ね、大宮のミスになりましたけども、切り替えが早かったですね、最後の瞬間まで。そしてここで試合終了です。